微笑みの国タイ。世界中から多くの外国人観光客が集う、まさに観光大国です。しかしタイ屈指の人気を誇るビーチではある異変が。どちらの国からいらっしゃったんでしょうか？ I'm from Russia. From Russia. 日本人の方あんまりいないなと思って、本当にほとんどお見かけしてないんですけど。そんなタイに先週、格安航空会社のピーチが路線を開きました。ピーチはですね、もともとアジアの架け橋というところを目指しておりまして、国際線へのですね、期待感というのは非常に大きい会社でございます。現地取材で見えてきたピーチの万国戦略とは一体。先月27日、ピーチのおよそ3年ぶりとなる新しい国際線が誕生の時を迎えました。コロナ前はですね、バンコクから大阪に来ていただく観光客の方っていうのは常にこう増え続けている状況でした。今がまさに開設のチャンスではないかなというところで、非常にこう会社としても攻める判断をしたところです。関西空港を拠点にするピーチは31の国内線と17の国際線を運航。しかし新型コロナで国際線がすべて運休に。国内線も振るわず、ピーチは去年おととしと大幅な赤字を出しました。万国線はコロナ前から準備を進めていた、まさに悲願なのです。最初の便はほぼ満席となりました。お寺とかいろんな遺跡とかそういうの見に行けたらなって思います。探してる頃にちょうど就航という情報が入ったので、発売日にすぐ買いました。韓国からの便の中ではもう本当に限られてるんで、飛ぶ本数も少ないんで、その予約が取れないってことが多かったんで、こうしてなんか結構出してくれはることがすごい助かってますね。実は成田、羽田からはバンコクへ合わせて20社以上が飛んでいるのに対し、関西空港からは3社だけ。ライバルの少なさもピーチがバンコク線に目をつけた理由の一つです。関西空港から6時間半のフライト。タイのバンコクにやってきました。ご覧ください、たくさんのバイクや車が行き交っています。インドシナ半島の中央に位置するタイ。国土は日本のおよそ 1.4 倍、人口は半分ほどです。日本人にも人気の観光地で、2019年は過去最高となるおよそ180万人がタイを訪れました。ここはバンコク三大寺院の一つ、ワットポー。悠々と横たわる黄金の仏像が日本でも有名な涅槃仏です。注目すべきは何といってもその大きさ。高さは15メートル、顔から足までの長さは46メートルです。さまざまな国の人たちでにぎわっていますが、日本人の姿は見当たりません。タイは外国人観光客を積極的に受け入れていて、ピーチは回復が見込まれる日本人観光客に期待しています。飲食店が立ち並ぶ通りにやってきました。私が見る限り屋外を歩いている人のほとんどがマスクを着用しています。もちろんタイもコロナと無縁ではありませんでした。にぎわっていた観光地もご覧の通り。
タイでは一時期マスクの着用が義務化され、違反すると最高8万円近くの罰金を課せられていました。そんな最中の一昨年11月にオープンした観光名所があります。野外に飲食店や雑貨店など600もの店舗が立ち並ぶナイトマーケット、ジョッドフェアーズ。なんかこの店やけにあれですね、繁盛してますね。皆さん一体何を食べてるんですかね。すいません、皆さん今何を食べてらっしゃるんですか。レンという食べ物です。4人前で290バーツ、日本円で1100円ほど、日本に比べるとお手頃です。うん、おい、あ、辛っ。辛っ。肉自体はすごく美味しいんですけれども、唐辛子が非常に辛くてですね、こっち側のヒリヒリします。こんなに辛い。めちゃめちゃ辛いです。めっちゃ笑ってる。日本とタイの結びつきは観光だけではありません。実はタイには日系企業が多く、タイに住む日本人の数は世界でもトップクラスです。ピーチはビジネス利用の可能性にも目をつけています。タイを代表するリゾート地プーケット、かつてのにぎわいには及ばないものの、コロナ前の光景が戻りつつあります。そんなプーケットではこの1年である変化が。どちらの国からいらっしゃったんでしょうか。 I'm from Russia. From Russia. ロシアと各国を結ぶ飛行機の多くが運航を取りやめている中、直行便が飛ぶプーケットに大勢のロシア人が押し寄せているのです。どういった目的でプーケットにいらっしゃったんですか。綺麗な場所だからです。カラフルで人もフレンドリーです。タイも大好きで、ここの海と空も好きで、とてもいい場所です。ロシア人がたくさんいますね。今ロシア人が行ける国は少なく、タイがその一つですから。プーケットで働くこの男性はコロナの影響について。コロナ禍でしばらく観光客減ってしまったと思うんですけれども。8割も減りました。ここまで復活するのに2年以上かかりました。今後もですね、観光客の数って増えていきそうですか。もちろんです。2年間観光客が来られていませんでした。たくさんの観光客がプーケットに来たいと思っています。特にこのパトンビーチ、他のビーチもそうです。プーケットはとても綺麗な場所ですから。プーケットで唯一出会った京都から来た日本人観光客に話を聞きました。プーケットは楽しいですか。海バイク乗るの、水上バイクが楽しい。泳ぐのが好き。関西国際空港からバンコクまで一本で来ました。確かに便数が少ないんで、少し来にくいのかなと思うんですけど、お友達でも割とバンコクに行ってる方が多くって、タイがすごい人気なんだなと思って。コロナを乗り越え再出発を図るピーチ。2023年、海外旅行は私たちに身近な存在となるのでしょうか。